はい、どうもすみません。ちょっとこっちのチャンネルはですね、超久しぶりでですね、まあメインの方はですね、まあ毎日なんか、なんと、まあほとんど毎日、いろいろおしゃべりしてんですけども、こちらはですね、まあ、この間フランスのことをですね、ちょっと録音したと思うんですけど、もうだいぶ経ちますね、はい。それで、まあ、フランスはもうなんか、みんななんか、ホームレス状態の方が非常に多いということでね、こうツイッター見てると出てくるんですけども、昨日かちょっと、あれなんですけども、まあ、ほとんど今日ですね、まあ、サンフランシスコ、サンフランシスコだっけな、サンフラン、何州だっけ?カリフォルニア州ですね。サンフランシスコっていうのはカリフォルニア州にあると思うんですけど、ちょっとわかんないんですけども、ちょっと調べてください。多分そうですね。それで、950ドルっていうのは記憶したんですよ。950ドル以下のものは、もう取り放題っていう、法律に変わったみたいですね。ということで、これはもう実質、もう何でも取っていいですよっていう法律に変わったので、まあそれでね、取る人がどのぐらいいるかわかんないですけどもね、まあみんな一生懸命普通に真面目にやってるわけですから、でも困ってる人はね、そうはいかないからね、食べ物どんどん取りますよね。だから、もう一個の方でね、アマゾンの倉庫に行けばいいのかなとかね、こう、ちょっとちらっと思ったんですけども、まあ、アマゾンの倉庫はあまり食べ物はそんなないのかな。まあ、でも少しはありますよね。まあ、だから、まあ、食べ物っていうかね、まあ、お金、現金になるもの、現金もね、あればいいですからね。ということで、もう無法地帯っていう、もうまさに北斗の拳っていうのが、まあ、フランスの時に私はもうこうなるって思ったんですよ。で、今のフランスどうなってるかわかんないですけどね。まあ、その情報やなんか、なかなかツイッター出てこないんですけど、まあ、ハリケーンと、台風ですね。まあ、それは HAARP ですよね。HAARP でですね。あと、火災ですね。火災が世界中でもう火をつけまくって、でつけてる動画ももうツイッターにいっぱい出てたので、それもちょっと何個か記録しまして、ノートっていうね、ブログにちょっとだけやりましたけども、もっといっぱい出てると思いますね。はい、私見てる人もちょっと狭いので、いろんな人のも見たり検索したりしたら、もういっぱい出てると思います。はい。それと、まあ地震はまあずっと前からあるしね。そうだ、厚木のですね、車が100何台か燃えたっていうね、厚木とは、まあ、私の家からまあそんな遠くはないんですよね。パチンコ屋だと思ったんですけど、はい。で、それが、まあ、EV 車っていう電気自動車、電気自動車が燃えたんじゃないかって。で、電気自動車がですね、燃える動画ってですね、もう前から、結構ずっと前から載ってんですよ、ツイッターにね。だからそれかもしれないですね。で、あとレーザービームですね。レーザービームはもうみんながもうレーザービームってね、まあ YouTube にもたくさん出てますしね。レーザービームかなと最初思ったんですよ。でも、電気自動車の様子ですね、今のところは。まだわかんないですね。はい。ということで、カリフォルニア州、で、そういうことになったってことは他の州も絶対なりますのでね。よくアメリカ破綻してるとかなんとかって。あと中国のあれですね。中国の大洪水。大洪水は、もう雨が降ったぐらいじゃあんななるわけないんでね。あとは、だから、まあ普通にね。だから HAARP ですよ。HAARP ですしかないですよね。だから、それで一曲にあれして、
やってる。あ、だからね、あれですよ。なんだっけ、ヒラリーっていう名前がついててね、本人が逮捕されてる、なんか、ちょっとわかんないですけどもね、俺も動画も出てたんですよ。逮捕される瞬間の。で、それはちょっとね、わかんないですけどもね。でも、あんなすごい車、用意できんのかなと思ってね、ちょっとわかんないですね。だから、どうでしょうか。まだその辺はっきりしないんですけども、いろんなこと起きてますね。まさに寝さらげさらっていうかね、これが寝さらげさらですね、いわゆるね。寝さらげさらですよ、まさに。だってもう品物取り放題なんだもん。で、それってフランスもそうなるわけ、なってるとはなってるでしょうしね。もう移民の方がね、もう何でもやり放題で、北斗の拳ってね、この間言った通りなんですよ。はい、このぐらい録音すれば、なんか伝わると思うんで、まあ、北斗の拳ですね。北斗の拳で伝わりますよね。だから日本ももう近いと思いますよ。寝さらげさらですよ。そういうことで、ちょっと録音させてね、これはね、話のがね、もう記事をピッてやってもいいんですけども、それはね、あと残りの2つのチャンネルやったので、そういうことでですね、なんか伝わると思うんですよ。だからもう本当に、もうこれでね、もう全部ね、全部富裕層から取ればいいんですよ。超富裕層からね。超富裕層から何もかも奪っちゃえばいいんですよ。そうしたらみんな困んなくなるんですよ。あと、利権とかそんなのね。もうそれどころじゃないですからね。もう警察なんてもう、警察は取り締まらないんだから、950ドル以下のやつは、以下の窃盗は、警察が取り締まれないんだから、法律で。950ドルってことは、1ドルいくらですか、今。ね、1ドルいくらですか。950ドル結構ですよね。1ドル100円、ちょっと調べてみます。1ドル100円としても9500円ですからね。もう何でも食べ物取り放題ってことですよ。いい、それが法律で認められてんですよ。それ記事をね、それ嘘じゃないと思うのでね。それ私たまに見る人のアカウントです。これノートっていうブログに書きましたんで、ちょっとそれはここに書いておきますのでね。よろしいでしょうか。なんかこれだけ喋ればなんか伝わると思うんですね。だからもう本当にですね、もう庶民にチャンスがやってきたっていうかね、もう富裕層から取ればいいんですよ。庶民同士は協力し合って、庶民同士は協力し合って、富裕層から取ればいいんですよ。ロスチャイルドとか、ロックフェラーとか、天皇家とかいっぱいあるんじゃないですか、そういうのね。デュポンだとか、なんだとかってね。ビル・ゲイツだとかね、なんとかいっぱいいるじゃないですか。ね。そういうことで、これだけ喋ればなんか伝わるんじゃないのかなと思って。はい。はい、失礼します。はい。